Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. こんにちは、糸仕事です。この YouTube チャンネルは仙台の毛糸や糸仕事が編んだものや毛糸などをご紹介するチャンネルです。皆様ご無沙汰しております。3月末に第1子の男の子を出産しまして、しばらく産休育休をいただいております。もう1ヶ月ちょっと経ちまして、1ヶ月検診とかも終わって、で産後休暇、まあ、必ず休まなきゃいけない法定の6週間も過ぎたので、今ちょっとお店に来ているところです。まあ、その前からですね、もう1ヶ月過ぎると子供のお散歩を毎日天気のいい日はするので、お家からお店まで歩いて15分ぐらいなので、ベビーカーでちょこちょこ来て趣味のソーイングをしたりしておりました。今日はまあ、いつもの編み物の座っておしゃべりする動画も撮りたいと思うんですが、ちょっとあれはね、結構まとまった時間が必要なので、どのくらい今日時間取れるかわからないので、ちょこちょこやることいっぱいあるので、せっかくだからブログ形式で撮ってみたいなと思っています。お店はですね、ちょっと今お客様来れない、閉めてる状態なので結構カオスなんですけど、そこに今赤ちゃんが寝てますね。ベビーカーでここまで来て、でベビーカーの、座ってるところをこう外せるやつなんですよ。だから寝たまま運んでこれるんですけど、しばらくそこであと 2時間ぐらいは寝ててくれるかなと思うので、寝ててもらって、もし起きたらここにある、ベビーベッドでいろいろお世話をしています。はい、もうここのお店に通う生活も結構1週間ちょっとやってるので、結構慣れてきてまして、ようやくこんなブログを撮れる余裕が出てまいりました。はい、じゃあ早速ですけど、今日やりたいこといっぱいあるので、まあ、どこまでできるかわかんないですけど、やりたいことをまず先に、まとめて紹介したいなと思います。まず今縫ってたのがこのピピラウンジア、ラウンジウェアセットっていう、まあ、部屋着、パジャマ的なやつです。自分用に縫ってました。このオレンジの、ちょっと今色が変かな？こんな感じ？このオレンジの、これはコットンリネンの布で、2.5 メートル。コロナ禍に入った頃に買ってて、何を縫おうと思ってたのか、もう忘れてしまった布があったんですけど、これでちょっと部屋着を、夏用の部屋着を縫おうとしてます。これはちょっとここに、デザインがありますけど、結構幅広のラッパのような長袖がついてて、前ボタンで、まあ、ショーツ付きっていうやつなんですけど、この前開きの形がまあ授乳しやすいかなとか、まあ、結構お家で出かける前にパジャマ着てる時間結構長いなと思って、今その特にお仕事とか人との約束がなければ、まあ、夜中も起きて授乳するし、寝たり起きたりしながらずっと着てて快適な服っていうのと、こう気分が上がるものが結構大事だな、部屋着大事だなと思ってるので、まあ、皆さんもステイホームの時間が長い方はわかるかなと思うんですけど、自分用にこんなものを塗っています。もうカットと接着芯貼るとこまで完了して、でこの間、ロックミシンの糸を変えて使おうとしたら、なんか何回も何回も下のルーパー糸だけが切れるっていう不具合が出ていて、ちょっとそれを直しきれないまま時間切れで帰ってたので、まあ、今日はロックミシンを直して、まあ、これを縫うというのが、まあ、今一番直近のプロジェクトです。はい、その他、この次縫いたいものがたくさんあります。で、自分に
言いたいのは、今ですね、産後骨盤がめちゃくちゃ広がって、なんか、産前もしくは、妊娠中ですら入ってたズボンが骨盤で止まって入んないっていう状況なんですね。で、まあ、これだけやっぱり体型がいろいろ変わると思ってたので、自分の服作るのは、パジャマとか以外控えてたんですけど、そろそろ外に出てく服も欲しいし、何よりパンツがない、ボトムス、まあ、スカートも含め、なんですけど、下に履くものがないので、それを縫いたいと思ってます。これは、ビスクトラウサーという、まあ、ズボンですね。このビュー A にしようかなと思ってます。ちょっとこう、裾がすぼまっていく形の綺麗なシルエットなんだけど、お尻周り結構ゆったりしてて、ウエストがゴムなので、楽ちんなパターンですね。まあ、さっきのもこれも、海外のパターンをネットで PDF を購入して作るやつですね。で、こういうふうに、A4 サイズで自分のプリンターで印刷できるようになっていて、まあ、この脇に余白があるんですけど、ここカットして、まあ、この番号が同じやつをこうどんどんつなげて大きい紙にして切るっていうやつですね。はい。で、これは自分が使う12のサイズなんですけど、12のサイズだけが印刷されるようにできるので、これ50ページぐらいあってめちゃくちゃ紙使うんですけど、はい、これを組み立てたいんですけど、組み立てるのは家でもできるので、今日は印刷は終わってるので、この余白をちょっとまとめて、ペーパーカッターで切りたいと思います。はい。で、使う布はですね、こちらで、まあ、ナチュラルカラー白の、コットンの 100% の布です。なんかちょっとタンブラーウォッシャー加工されていて、このもともとシワがある、これがデザインになってる布です。で、アイロンかけなくていいし、なんかもうそのウォッシャー加工してあるから、水通しもしなくていいらしくて、このまま使えます。これも結構3メートルぐらい確か買ったのでたっぷりあります。はい。これでまず1本作ってみて、サイズとか見て、良ければ、布を変えて、何本か縫いたいと思います。じゃないと、下に履くものがありません。なんか、痩せれば今までの入れる、痩せれば入るんだろうけど、とか、痩せた時のサイズで作るとかもありなんですけど、まあ、ちょっとまだしばらく時間かかる予定なので、今の体型に合わせて、全然作ってよしということに自分の中でしています。はい、じゃあ次。次は、まあ、また自分のもので言うと、さっきのラウンジウェアセットを、まあ、洗い替え用にもう一つ抜いたくて、これ黄緑、これよりもちょっと黄色っぽい、黄緑で、可愛いんですけど、アヒルの柄のダブルガーゼです。で、これは、前に1メートルだけ買ってて、子供の何か赤ちゃんのものを縫おうかなと思ってたんですけど、なんか自分でも着たいというか、パジャマだったらありじゃないかなっていう、結構気に入っててこの柄。なんで、ちょっと追加で2メートル買い足して、さっきのランジェアセットをダブルガーゼでも作ってみようかなと思ってます。ちょっとどうなるかわかんないですけど、結構パジャマって、寝返り打ったりして、布団で擦れて、なんか長く着てるパジャマ、なんかお尻とか薄くなってたりとかするんで、ダブルガーゼ、摩擦に弱そうだから大丈夫かなとか思うんですけど、まあそんなに、何年も着たらそうなるかもしれないけど、まあしばらく大丈夫でしょうと思うので、ダブルガーゼで、ね、パジャマ作ったら吸水性もいいし汗吸うし夏にちょうどいいかなと思うので、ちょっとこの若干ふざけたというか可愛すぎるようなプリントでも部屋着用ならありかなっていうことで自分の服を縫いたいと思います。自分のものばっかり作ってますねで、こっからじゃあ赤ちゃんのものなんですけど、赤ちゃんのものは2冊本を、あ、一冊は自分で買った、これ、心躍るベビー服と小物っていう
これは妊娠が分かった時にすぐ買って、ただ何にも作ったことがなかったやつです。赤ちゃんのものは、生まれる前は何にも作りませんでした。あの縫うものは。あの、ガーゼぐらいです。口拭くとかに使うガーゼぐらいで、お洋服は何も作ってなくて、生まれてからやっとこの間、一個ロンパースを縫いました。この本から縫いました。で、次この本から、長肌着っていう、ですね。これですね。はい。一応肌着なんですけど、なんかこういうので作ったら外に来てもいいし、実際ですね、なんか今家の中でも赤ちゃんほぼ肌着着て過ごしてるんですよね。なんで、これ、ダブルガーゼで作ってみようかなと思ってます。で、練習のために、なんかメーター200円もしないぐらいでめちゃくちゃ安く売ってたガーゼがあって、本当にただの真っ白のダブルガーゼ。で、これはもうお家で水通しして、で、型紙を、どれかな?これかな?型紙を移して切って、もう布まで家で切ってきました。必要な紐も切りました。で、縁取りに、この手芸中村さんで、ガーゼの、バイアステープを買ったんですよね。可愛くないですか?ストライプの水色と緑と黄色。これで縁取りをしようかなと思ってます。真っ白に緑とかかな?最初は。ちょっと、練習でやってみます。で、その後に、ちょっと可愛いダブルガーゼの柄が入ってる布でやろうと思ってて、で、赤ちゃんのものって本当に布使わないんですね。ちょこっと1メートルも使わないぐらいなので、まあ何かダブルガーゼもいろいろプリントの可愛いのいっぱい買ったんですけど、まあ大人の何かを縫った後に、まあ大人のっていうのは私の何かを縫った余りで赤ちゃんのものを作るっていう流れにしたいので、まずはちょっとこれで練習して、その隙にさっきのランジェラセットとかを縫って、その余りで赤ちゃんにもお揃いで何かを作るみたいな感じにしたいなと思ってます。はい。あとはこれもその同じガーゼのなんかおまけでもらったやつなんですけど、ガーゼは、水通しする前にこの切った端っこをロックミシンかけてから洗濯機でガンガン洗いたいので、今日お店に持ってきてこれロックをかけます。ここにね。はい。で、あとは、いっぱいあるんですよ、作りたいのがね。ちなみに昨日の夜は、さっきの長肌着のカットと、あとこのロンパースのこれも作りたくって、これも型紙をカットしました。これもダブルガーゼで作ってあるんですけど、いろいろ組み合わせて、いろんなデザインを作れそうで楽しそうなので、型紙を一応カットしておきました。で、もう一冊の方、こちら、は、図書館で借りました。これ結構古いんですよね。なんか確か2009年ぐらいの本なんですけど、めっちゃ良いですね。あの、ロックミシンで作るベビー服という本で、結構いろいろこう基本の形が載ってて、別になんかすごい凝ったデザインじゃなくていいんですよね。基本の型があれば、あと布変えていろいろ遊べるので、これ短肌着もあるし、長肌着もあるし、ボディーオールとかズボンとか、結構男の子でも着れるようなものがいっぱいあるので、結構巷には女の子のフリフリのワンピースとかのめっちゃ可愛いなと思うんですけど、そういうベビー服がたくさんあるんですけど、結構男の子のもの少ないので、こう、性別問わず着れそうなものが多い、この本はいいなと思います。で、あとニット地で作れる、ものが多いので、T シャツみたいに伸びる生地で作れるので、その方が着せやすいし、ロックミシンで使ってどう縫うかっていうことがすっごい丁寧に、プロセスの解説がものすごく丁寧なんですよね。写真付きだし。なので、すごい勉強になるので、あ、実はこれ、そうそう、図書館で借りたんですけど、手元に置いておきたいなと思ったので、でももう絶版なのかな、多分。新品で買えなかったので、メルカリで、買いました。まだ届いてないけど、はい、買いましたので、今後もたくさんこれから作りたいなと思ってます。で、今日はこの中から、もう
型紙写しといたのが、短い肌着ですね。ニットで作る方の、こっちの、これは、不白、伸びない生地で作ってるんですけど、こっちはニット地で作ってるやつですね。これがちょうどですね、一番最初に買った新生児用のが小さくなってきたので、ちょっと作ってみようかなと思ってます。で、布は、ちょっと、みすぼらしいんですけど、ここにですね、夫のもう超ヘロヘロになった T シャツがあるんですよ。で、これ2枚あるんですけど、藍染めしてて、はい、それすらもうめちゃくちゃ薄くなってるんですけど、これはなんか、ほんと、すごい薄くなっちゃってるけど、このぐらいが多分ちょうど良いんですよね、生地的に。で、もう着ないから何かに使っていいよって言ってもらってたやつなんですよ。なんか雑巾とかにしてもいいしって言って。でも結構この真ん中、首のとことか結構汚くなっちゃうんですけど、真ん中のとこ綺麗なので、はい。ここをカットして使いたいなと思ってます。2枚あれば全然作れそうだなっていう。はい。なんで、大人のいらなくなった服をリメイクして子供服を作るっていうのもこれからたくさんやっていきたいなと思っていることです。本当に布をね、捨てられないんですよ。なんか病気かなと思う。こんなのって言ったらだけど、もうどんだけ着たのっていう。汚れとかもあったり、あとワークショップに参加して藍染めして、それが薄くなるまで着た T シャツ。まあ、多分1枚は本当数百円とかのやつなんですけど、それすらちょっと捨てられないっていう。はい。そういう性質なのでですね、綺麗なところをまた使って、ベビー服を作りたいなと思っています。なんだかんだめちゃくちゃ喋りましたね。まだ赤ちゃんは寝ておりますので、じゃあこっから早速やっていきたいと思います。お店のカウンターのとこはちょっと今汚いですけど、いろいろやり途中なんですが、ソーイング仕様になっています。ちょっとこのね、大きいカッターマットを買ったので、A0 サイズ。この机の幅にぴったりなんですけど、はい。なんで、こっからここまで全部カッターマットになっています。で、これがロックミシンで、床に今ミシン、普通の家庭用ミシンも置いてあります。で、これがアイロン台ですね。ちょっと今、接着芯を貼ってたとこですね。これちなみに前回お店に来た時に作業したのをそのまま帰ってます。それが、広げたまんまにしておけるので、私は、またこっからすぐ再スタートできるのでラッキーだなと思って。Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo. Give up everything.Unexpected love was found. You're the rose in a garden. はい、今短肌着のカットとロックミシンを直すのに成功して、次水通ししたいダブルガーゼの端に3本ロックかけることができました。なんか多分ロックミシンはなんでうまくいかないのかなってずっとこの間帰ってから考えてたんですけど、多分針がね良くないのかな、曲がってんのかな。前こうなった時は針のセットの仕方がちょっと中途半端だったみたいで、刺し直したら治った。で、今回は多分針が曲がってたんじゃないかなっていう気がして、新しい針に変えたらうまくいきました。なかなかロックミシンは調子がいい時はいいんですけど、難しいと何が悪いのか、トラブルシューティングがまだノウハウがあまりないので毎回結構苦労しています。はい、じゃあせっかくロックミシン使えるようになったんで、これを、あ、でも4本ロックか、これは。でも今調子がいいからそのまま使いたいので、まずラウンジウェアセットを縫えるとこまで縫いたいと思います。それが終わったらこれにしたいと思います。You, you, 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 you
ミシートはジップロックにあまりいっぱい持ってないので、こういう感じで、この青いパーツを使ってボビンとこれ一緒にセットにして入れてるんですけど、このスプールの形によってはちょっとこれが緩くてうまく刺さらないスカスカのやつがあるので、それは糸はこっちに入れて、ボビンだけ、下糸だけこのボビンケースに入れてます。こんな感じ。これは川口さんので、でここに何が書いてあるかというと、はい、自分のミシンのボビンの型番を書いてます。足りなくなったらこれを買えばいいというのを分かるといいかなと思ってここに貼っときました。はい、余談でございました。オレンジの糸をこれからセットします。It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. 前色のがそれっぽい感じになってきました。見返しがつきました。 I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair.Did your time? How much longer will you suffer in this life? そろそろ泣き出しそうな気配が出てきたので、この辺にしようと思うんですが、今日は上着の方の見返しをつけて、袖をつけて、袖にカフをつけてっていうところまで終わりました。まだ脇縫ってないんですけど、羽織ってみると、こんな感じ。ちょっと分かりづらいけど、ちょっと着物みたいに大きい袖がつきます。でここがボタン。身頃はゆったりめ、袖の長さは割とちょうど良さそうかな。はい、こんな感じになりました。全然完成までいかないですけど、うなってる人がいるんで、そろそろ帰りたいと思います。じゃあまた続きは次回。お付き合いいただきありがとうございました。バイバーイ。こんにちは、2日目です。今日もお店に来れたので、昨日の続きをやりたいと思います。こんな感じでもうだいたい服っぽい形になってきましたけど、今日は脇を縫って裾を仕上げてボタンホールをつけて完成です。まだちょっとボタン決めてないんで、ボタンホールはまた今度にするかもしれないですけど、はい。でこの次はショーツの方、ズボンの方をやります。で今日を家から持ってきた新しい布はこちらです。これもダブルガーゼで、表が青のチェック、ギンガムチェックのプリントで、裏が白くなってます。ちょっとクリームっぽい、ベージュっぽいベースの色ですね。でこれも3メートル買ったんですけど、水通しする前に端を昨日と同じく、ロックミシンをかけたいので、今日はこれをロックかけて家に帰って水通しをします。一気に全部運んでくるとベビーカーで歩きなので大変なので、毎日ちょっとずつやってます。でこれは結構着やすい柄かなと思うので、何か自分のワンピースか何かを作って、残りでお揃いの息子の服を作りたいと思ってます。まだパターンは未定のやつです。はい、あと
これ手芸中村さんで布とか結構買ってるんですけど、このロックミシン糸が3本で結構500円ぐらい、めちゃくちゃ安いんですよね。普通1本そのぐらいするので。これベージュ持ってなかったので今回ベージュを買いました。ロックミシンは去年の11月に購入して、もともとついてた白い糸とあとグレーと黒だけでなんとかいろいろな色を縫ってるんですけど、今回はオレンジにグレーの糸で縫っています。白だともっと目立っちゃうし、トーンが同じだったのでグレーにしてます。本当はもうちょっといろんな色があった方がいいのかもしれないんですけど、まあ裏なのでね、できるだけ目立たない色を使っています。ロックミシン糸3本4本揃えてると結構大変なことになってくるので、今のところこれでいいかなと思っています。さあ、では子は今2時間ぐらいもう家で寝てきたとこなので、ちょっとすぐ起きちゃいそうな気もするんですけど、できるところまでやりたいと思います。スタート。Yesterday, your smile, your style, so fly. My oh my. As time stood still, I got the urge to steal a kiss, and so I did. Now I'm embarrassed, but just a little bit. Oh, baby. メートルできました。手芸中村さんのカット済みの生地で、これ1メートルずつカットされてるんで、ちょっとね無駄が出そうな感じもあるんですけど、お安いので上手に使いたいと思います。こんな感じか。結構ゆったりしてます。竹は結構短め、袖は大きくて、背中のとこにはちょっとこの言葉遣いの悪いタグをつけました。
見返しを止めるためにわざとこの上に縫ってます。ちょっとチクチクするかもしれないので後で取るかもしれないですけど、とりあえずこの見返し結構ヒラヒラするから後で手でまつりつけた方がいいかもしれない。こんな感じで、Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah, the sky is falling down. Even if the sky is falling down.